えー、こんにちはプーチン大統領がなんか胃がんでもうちょっと危ないという噂なんですけども本当なんでしょうかえっ、ー、とこれはねイギリスのザ・サンっていうね有名な雑誌ですかね、えー、新聞かなこれに掲載されていたのをさっきちょっと見たんですけども、まあ、詳しくはねちょっと記事の方細かくは見れなかったんですけどもこれから調べてみようかと思いますがなんか随分前23週間前からそういう疑いがあってこの度 まだ詳しく読んでないんで分からないんですけども胃がんで入院ということでね胃がんって悪くすれば、うんまあ、そのまんまね、あのー、生命の終わりにつながる病気だと思いますんでどうなんでしょうかってことなんですよね、うんまあ、確かにね、あのー、クーデターが起きなくてもこういった幕引きはあるのかなと思いますよねこれだとまあ本当かウソかは分かんないですまだ全然未確定なんでただ仮説でですよ 入院によって集結を図ればこれはいろんな方面にまあ顔が立つんじゃないかなと思いますんでまあよくねなんか気まずい関係が起きたら入院したことにしてなんか生産を図るみたいなそんな周りの人間関係ありませんかあれとは同じとは言いませんけどもなんかちょっとそんなきな臭い香りもしてきてまだ全然確かめた状態でも何でもないんで。 詳しい方がいたらちょっと教えてほしいなと思いますけど、いかがでしょうか。うんまあ、ここにちょっとね、記事が出てますね。えー、っと、進行を続けているロシアのプーチン大統領が近く胃がんの手術を受けると、英国の大衆紙、デイリー・メイル、ザ・サンなどが30日伝えたということなんで、あもう2週間前ですね、このニュースは。うん、本当なのかね。胃がんが進行しており、4月下旬に手術する予定が延期され、 5月9日の戦勝記念日のちに行うというこのため手術の前後軍事作戦の指揮権を23日ロシア連邦安全保障会議のニコライ・パトルシェフ初期70歳に委ねるとうんかなり具体的ですねうーん、まあ、後任がいるんでしたらこの 作戦行動は中止することなく続くのかな？うん。ま、これはどこのソースなんでしょうね。でもね。この。新聞記者が取材したのかな？それともまたあれですかね？アメリカの陰謀論ですかね？なんかわかることがあったら。教えてく